15年間やってきたけど、なかなか状況が変わらないかなと思っています。パパ、ママ、お願い、許して。これは昨年、目黒区の、これはゆあちゃんって言うんですね、が、亡くなった事件です。これはついこの間、千葉県の野田市で起きたみやちゃん。お父さんに暴力を受けています。夜中に起こされたり、起きている時に蹴られたり叩かれたりしています。先生、どうにかできませんか。こんな今、私たちが15周年、今日本当は皆さんと乾杯って、それも予定してます。だけどその前にやっぱり私たちは何ができるのか、もう一回皆さんと一緒に考える必要があるな、そう思ってこの、本日を企画させていただきました。私は、虐待、特に虐待問題なんかとか、あと、不適切な養育状態に家庭があるときに、専門家も必要なんだけれども、専門機関も必要なんだけれども、本当に大切なのは、専門性を持っていない地域の普通の人たちの力だってすごく思っていて、そこと、子どもをつなげながら、子どもに愛情がいくようにしていきます。なぜならば、ここに着手したり、ここに着手したり、もちろんしていくんですが、すごく時間がかかるんです。でもその間、子どもは育ちます。なので、地域の本当に普通の子どものことを大切にしてくださる方たちをいっぱいゲットしててですね、地域のそこをここにゲットしてて、そこから愛情をもらっておく、もらっておけるようにしておくということをしています。だから簡単に言うと、子どもの周りにハートをいっぱいくっつけるみたいな、そういう仕事をしています。で、まあ、じゃあどういう人たちと出会うかってさっき言ったんですけど、まあ、不登校だったり自傷行為だったりとか、まあ、非行とか互いとかいじめとかデート DV とか、そういうケースを、まあ、小学校中学校で、大体こういう子どもたちは背景に必ず何て言うかな、例えば非行とか互いとかやってる、怒ってる表情なんだけれども、でも後ろを見てみるとすごい寂しい思いがあったりとか、すごい切ない思いがあったりとかっていうことが必ず背景にあります。で、今日お話しするのは、その中でも不適切な養育環境にある子どもたちのお話をさせていただきます。心を自由にする。今関わってる人たちを愛します。トラブルない時でも最近どうと連絡してみる。出会った子たち一人一人に大好きと思える部分を探したい。なんかさ、綺麗なんだけど、なんかこの辺暗いんだけどまだありがとうございます。